ドイツ連邦共和国ヘッセン州マイン・キンツヒ群の市である。この町はグリム兄弟の町である。市の名前のアンデ・アシュトラーセはフランクフルトアムマインからライプツィヒに至る、通称路ビア・レギアに由来し、同盟の町や集落との区別のために添えられている。シュタイナウは南のシュペッサルト山地と北のフォーゲルスベルク山地との間のキンツヒ川の谷に位置している。 これに応じて、シュタイナウ周辺の南部は森林、北は農地が主である。シュタイナウの中心街の北に、ヘッセン州で2つの小乳洞の一つである、トイフェルスヘーレがある。この約250万年前の洞窟は1905年から開発されている。第二次世界大戦中、この洞窟はアメリカ軍によって一部破壊された。ムシェルカルク前期の大きなカルストの空洞は重要な。 地質学上の自然文化財である。シュタイナウは、北は、フライエンシュタイナウ、ノイホーフ及びフリーデン、東は、シュリュヒテルン、南は、市町村に属さないグーツ別陸出血サルト、西は、バートゾーデンザルメンスター及びビルシュタインと境を接している。シュタイナウは、ベディングス、ヒンターシュタイナウ、クレスベルク、マールボルーン、マーリオス、ノイシュタル、ザルローと、 ラーベンシュタイン、レプスドルフ、ザイデンロート、シュタイナウ、エルツェル、ウルムバッハの各宿からなる。シュタイナウに残る交易路、ビアレギこの集落は、フランクフルトアムマインとライプツヒトを結ぶ、通称路、ビアレギア添イの重要な宿場であった。13世紀後半、シュペッサルト西部の覇権をめぐって起こった、マインツ大司教とリーネック博との間の紛争は、 1271年に、マインツ大司教ベルナーフォン・エップシュタインの勝利で、終結した。和平協定の一部に、シュタイナウ・アンデ・アシュトラーセ氏を含む豊富な嫁氏を持つ、エリーザベト・フォンリーネックが、ウルリヒー・イッセイ・フォン・ハーナウに嫁ぐことが定められた。こうして、シュタイナウは、ハーナウか、後のハーナウ博家のものとなった。ハーナウ以前に、 ハーナウ家の宮廷所在地であったビンデッケンに次ぐ、領内、第二の都市として、ウルリヒ一世は、シュタイナウ2290年7月4日に、都市圏を授け、ゲルンハウゼンの都市圏を安堵した。ハーナウ家は、初めての防衛施設、シュタイナウ城を建設し、ビアレギア往来の安全性確保に活用した。後世、この城管はしばしば、ハーナウ白皮の隠居所として用いられた。 シュタイナウは、徐々に、ハーナウの、オーバーグラーフシャフと、後のハーナウ・ミュンツェンベルク伯領の中心へと、発展していった。18世紀には、グリム兄弟の父親であるフィリップ・ビルヘルム・グリムも、官僚で、アムト・シュタイナウの行政官としてこの地に勤務し、居住した。最後のハーナウ博与ハンラインハルト3世が1736年に、亡くなった後、シュタイナウは、 ハーナウ伯領を全域とともに、ヘッセンカッセル法薄領となった。1821年の行政改革により、この町は新たに創設されたシュリュヒテルン軍に編入された。1866年、シュタイナウを含む先定講領は、広島戦争の結果プロイセンに並行され、第二次世界大戦後は、ヘッセン州の一部となり、1974年の、 地域再編によって、マイン・キンツ・ヒグンの一部となった。メルヘンの泉。背景右手が、視聴者このシュタイナー・アンデア・シュトラーセの市議会は、33議席からなる。2002年から、市長職にあるバルター・シュトラウフは、2008年1月27日の選挙で61.3%の票を獲得して、再選された。この選挙の投票率は67.4。 パーセントであった。2014年の市長選挙に現職のシュトラウフは立候補しなかった。アレクサンダー・リンク、マテアス・リーフカ、マルテイエルク・ウッフェルンが立候補した。ウッフェルンは2014年4月6日に行われたアレクサンダー・リンクとの決選投票で59.1%の票を獲得して当選した。彼は2014年8月1日に市長に就任した。 各宿の姉妹都市協定は以下の通り、図柄、青字で緑の基部に白い服を着て、金の髪、金の冠を被り、銀の後輩を背負った女性が立っている。冠の下左側に緩やかに波打ち、腰まで届く幅の狭い赤い布が見える。伸ばして広げた右手に六本スポークの金の輪を乗せている。左手は銀の剣を握っているが、 そのキス先は地面に接している。女性の右には金字に3本の赤いシェブロンが描かれた小さな盾が置かれている。左は5つの時を持つ星5つが盾の波状に配置されている。解説、この紋章は町の守護聖人である聖カタリナを描いている。この聖女は車大工、粉引、き、若妻、少女、学生、師匠、教師、登校の守護聖人である。 シュタイナウは中世以来重要な政党の町であった。聖女は和と剣を握っているが、これは彼女の殉教の狂気であった。聖カタリナの図像の多くでは和は壊れているのだが、シュタイナウの紋章では壊れていない。建内の戸建てはハーナウ博の紋章に由来する。ハーナウ博はシュタイナウ地方を長年にわたって支配しており、 時には、オーバーグラーフシャフトの所在地になったり、短期間ではあるが、ハーハウ博の宮廷所在地になったりした。5つの星の意味は明らかでない。クリム兄弟の家とカエルの王様の像、シュタイナウは、ドイツメルヘン街道及びドイツキングの家街道沿いに、一致している。シュタイナウ博物館シュタイナウ城シュタイナウの経済は、ゴム及び、合成樹脂、化学、電子工学、 木工業、機械工学といった分野で構成されている。観光業も無視できない重要性を占めており、毎年の上約1万泊の宿泊客がある。ウルムバッハ宿は、州指定の保養地である。連邦アウトバーン A66 号線や、鉄道フランクフルトフルダ線により、シュタイナウは、自動車や、鉄道の交通の便が良い立地にある。この町は観光のみならず、企業にとっても、 ラインマイン地区やフルダへの理想的な門口となっている。ブリューダーグリムシューレ、ありがとうございます。